皆さんどうもこんにちは、今回はですねドラゴンクエスト5、僕が趣味でやってた、スマホ版のデータでですね S タークを、プチタークとプオーンでボコボコにしてやろうという回です。まあプチタークだけでも余裕でできるんですけど、一旦ちょっとこいつら置いといて、でタークとプオーンレベル99まで上げてます。2人ともレベル99まで上げてます。こいつらを使ってちょっとボコボコにしていきますね。さあ、グオー、誰だ我が眠りを妨げる者は、我が名はエスターク、今はそれしか思い出せぬ。果たして自分が善なのか悪なのか、それすらもわからぬなら、私に何をだ、私を滅ぼすためにやってきたのか、ならば仕方がない。私は滅ぼされるわけにはいかぬ。さあ、来るがよ。さあ、行きましょう。で、もう確実に勝てます。確実に勝てるんで、ただただボコボコにするだけの動画です。命令させろにしといてですね。で、プチタークはもうひたすら攻撃です。こいつは、瞑想があるんで、もう死ぬことないんで、遊んでいきましょう。プチスラッシュとか効かんねえったかな、確か。確かね、効かんかったはず。プチスラッシュとかそこら辺の攻撃が。灼熱炎も効くんかな。これは効かないのよ。こいつ、魔法ガンダなんかしとったっけ？全然記憶にねえや。稲妻も効かんのかな。いいね。もうね、何しても勝ってしまうわけにさ。ボコボコにするしかないの。ギガデインは呪文やけん多分ダメやね。気合いためにする？お、魔法カンタ解けました、魔法カンタ。で、イオナズンでもいいし、もうね、激強なんよね、このタークが。プオンはまあ正直ちょっと微妙なとこなんやけど、でもこいつザオリク覚えとるね。ザオリク覚えとるけんクソ強いと思う。あ、やばい。死ぬ？危ない、死なんかった。ギリギリ。ちょっと待ってよ。瞑想と、こいつって、あれか、回復ないんか。ごめん、こいつ回復ないわ、そういや。あ、残念。回復ないですね。回復がなかったわ。防御しとこう。あれ、回復なかったんかいね。ダメやね。プオーン死ぬね。残念。プオーンが死んじゃう。残念です。ということで、親子対決でいきます。本当に親子かどうかは知らんけど。ひたすらこれで殴り殺す。いやー、プチタークね、マジで最初の方はマジでめっちゃ雑魚いんですけど、レベル後半70とか80ぐらいになってからね、とてつもない量上がってくるんですよ、ステータスが。1レベルとかで本当に60、70ぐらい確か上がったんです。30、40か。なんかガンガン上がってきて、最終的に、前回もう999 MP HP 999の力もほぼカンストで、で瞑想があるけんさ、 MP 消費なしで自分の HP の回復をさ毎ターン500できるわけだけん、負ける要素がもうないんよ。耐えれて、攻撃に耐えれて回復もあってやけん、マジで負ける要素が一個もない。そうで、こんな感じでエスタークがいろいろ攻撃してくるけど、こっちそんなに大して関係ないんで。そう、メカゾーマとかでね攻撃を食らわしてくれたらだいぶ回復せんでも済むんですけど、灼熱炎とかになると結構強いんですよ。これね、これでほら、これで回復できるけん、もう負ける要素がないのよ。強いね、マジ強いね、半端ないね。もう向こうは回復手段一切ないんで、もうひたすら倒されないことを祈りながら回復も大丈夫か、あ、ほら回復もまあ忘れずにやっていくと確実に勝てます。負ける要素がないです。
もう一丁。オッケー。これ強いんよな、結構。この輝く息、息系がやっぱ強いね。これでタック、フバーフ覚えとったら、だいぶ楽なんだよ。凍てつく波動、凍てつく波動パターンがないけんさ、こっち。特にバフかける呪文もないし。瞑想さえ忘れんかったら勝てる。コマンドの打ち間違いとかで、HP200 ぐらいで瞑想使ってないと普通に死ぬ。このデータでプレイするのめっちゃ久々なんですよ。もうほんと、1年以上このデータ触ってなくて、で、なんかドラケの動画撮りたいなと思ったら、ちょうど自分のデータがさ、自分の趣味のスマホ版のデータがさ、ドラゴンクエスト5、そういやレベルマックスまで全員上げとったなと思って。で、はぐれメタルもメタルスライムもこれ仲間にしとんすよ。で、そいつらもレベルマックスに上げとんで、もう完全にやり込み終わった後の動画ですね。すべてをやり込んだ後の動画です。動画とかやり込んだ後のデータですね。ただちょっと僕の、主人公の名前が僕の個人名をちょっといじった名前になってて、割と特定されやすそうな名前やったんで、ちょっと、あんまりデータの中身を見せることはできんのんですけど、とりあえずタークとクオンがレベル99になってるけん、もうヘルバトラーもレベル99になってるのは言うまでもないよね。ヘルバトラーももちろんいます。レベル99です、彼も。久々のスマホ版でのドラクエ5やけんな。結構しぶといね、こいつ。まだか。もういっちょ。結構しぶといね。おう、死んじゃう。まあ、素早さは確実に先制できるんで、そう焦ったことはないんですよ。とりあえず、200切ったような、250ぐらいの HP 以下で、エスタークに攻撃をさせない。300ぐらいで確実に回復を先制できるようにしとくと、多分大丈夫。結構強いね。てかね、このプチタークの正体ってマジでなんだ？こいつ、ほんまにエスタークの子供な。なんか、ネタみたいな感じで使われてるけどさ、どこまでが本当にどこまでが嘘かいまいち分かってないんですよ。なんか確たる証拠があるわけでもないし、かといって、でも全く関係がなさそうとも思えへんやん。同じゴキブリみたいな形してるからさ。そこまでこう、違和感もないし、息子って言われたらまあ、そうなんやって思うぐらいの感じではあるわけよ。もう多分ぼちぼち倒せると思うんやけど、まだかな？結構時間経ったよ。まだかしら。こいつ結構体力高いけんな。意外とこう見たらやつ、体力。この灼熱とかやめてほしいな、強いけん。うわ、強っ。プチタークもさ、こいつの息子なんやったら2回攻撃してほしいよね。2回行動ぐらいの、なんか調整があってもいいはずなんだけど、そう簡単にはできてないのよ。もうぼちぼちいけれろ。まだか。もう倒せると思うぞ。もうちょいでいけると思うぞ。あと4、5回叩いたらいけるかな。強い。これエスターク側からしたらマジでたまらんよね。攻撃しても攻撃しても瞑想で満タンまで回復されるっていう、ほんと地獄よ、こいつからしたら。だってどうしようもないもんね。ドラクエ2のあのファミコン版の指導がベホーマ唱えるのと一緒やけん。しかもそれが確定で来るわけよ。指導はもしかしたらこんかもしれんけん、まだこう望みがあるけど、これはその相手のコマンドの打ち間違いがない限り 100% HP を回復してくるけど、勝ち目がないのにひたすらこれで攻撃するしかないっていうエスタークのかわいそうな感じ。気の毒、気の毒だわ。クオン秒で死んだな。しかもそうね、こいつら自分の回復手段持ってないよな、残念ながら。自分の回復手段持ってないけん、プチタークしか。どっちもベホマとか覚えてないし、ベホマズもないし、かわいそうですね。
ターン攻撃して1ターン回復みたいな感じになるな。もう一丁いけるか。いや、こいつのいいところは痛恨がないところ。これで痛恨があったら結構きついね。ドラクエ8のあの 3DS 版のリメイクとかは痛恨の一撃が来るけんさ。あとなんか帝王の一撃みたいな。HP999 以上与えてくるほぼ確定の攻撃みたいなのがあるけんさ。確かにああいうのされると結構きついよな。ドラクエ5はそこまで痛恨とかもなくて、即死攻撃みたいなのもないけん、まあ、HP の回復さえ忘れんかったらとりあえず死ぬことはないっていういいとこ取りですね。強いなこいつ、結構しぶといな。全然倒せんわ。まだまだよ。意外と全然、意外と死なんな。まだまだか。結構叩いたと思うんだよね。もう一丁いきな。あ、まだか。そう、ほんとよ、今まで会心1回も入れてないよ。こいつ会心率低くない？大丈夫？もう一丁いけ。まだか、まだか。こいつ体力なんぼ？ 5000 ぐらいあったっけ？もっとあったっけ？瞑想瞑想、もう一丁瞑想、もう一丁瞑想しよう。いけ、あたか。すげえな。オッケー、倒した。何ターンぐらい？ 97、 え、そんなにターン経過した？これ97ターンも経ったっけ？マジで。あー、結構経つね。結構時間経ったね。97ターン。そうで、エスタッグをプチサークルで倒すとなんかこういうセリフが聞けるんですね。その上、私の息子だなどとたわけた嘘をやからにやられるとは。もしや本当に息子なのか。何しろ今の私には記憶もないのだ。さあ、ということで、これでですね、終わります。ちょっと時間が来てしまいましたが、12分ぐらいかな。はい、まあプチサークルで幽霊倒せるということが分かりましたので、これバトラーもしっかり99に上げてますんで、はい、じゃあこんな感じで終わります。ありがとうございました。ちょっとお遊び動画でした。バイバイ。